はい、高須大の専用チャンネルの、あれです。明日ですね、今日と明日、スノーボ橋間行く人、時間がいつもと違うので気をつけてください。今日がですね、15時から22時までの営業です。岐阜橋間ね、スノーボ、屋内スキー場ですか。で、明日最終日ですね。最終日っていうのはもう営業はもう、しないと。今後しないと。もう20、2、30年の、20年かの歴史があるんだけど、明日で営業がもう終了です。閉鎖するわけですね。で、明日の営業が、ちょっと待ってね、ノーカットでいくね。朝の9時から、ここまでは一緒なんですよ、今までと。で、終わりがですね、17時まで、夕方の5時で終わりです。20年の歴史を終了するということなんで、だから22時まで、カメラここか。22時までやらないから、気をつけてくださいということの速報でした。で、高須のオープン予定はね、12月4日、12月4日土曜日。で、ダイナの、オープン予定は12月11日土曜日ですね。はい、そういうことで、さあ、まあ、もうすぐですね。カメラ、インカメラだとよくわからんが。はい、そういうことでした。はい、あれでした。高須ダイナーのあれでした。バイチル。